藤原ランドです。さあ今日は初めてのバーガーキングでございます。本当初めてだよね。はい、私も初めて。かわいいねロゴね、うん、なんか最近店舗も増えてるみたいだよ。でこのスウェット欲しい。ああそうですか。で、あの食べよう食べようってこと言ってたんですけど、うん、なかなかチャンスがなかったんですが、玉造りさんが今嫁ランドさんの大好きなマッシュルーム期間限定でやってますよということで、玉造りさんが配信の時にどうなってるかわかんないけど、あ、終わっちゃってるかも。教えてくれたので買ってみました、うん、ありがとうございます。そちらは、マッシュルームワッパーというやつですね。ワッパーで辛いのもあるけど辛くないやつにしました。ありがとうございます、はい。で私が初めてなので王道であろうダブルワッパーチーズというお肉2つのチーズバーガーです。え、マッシュルームは？マッシュルーム私は普通の言ってみました。初めてなんでね、うん、はい、そんな感じで食べていきたいと思います。はい、いただきます。じゃあまずマッシュルームワッパーをちょっと見せてください。ポテトどうですか？冷たいじゃん。違う違う、味だよ。どう考えても味だろ。初めてのバーガーキング、初めてのバーガーキング、冷たいですじゃねえんだよ。美味しくない。じゃあ食べてこい後で。登録ボタン押してね。大きい大きい大きいサイズな。えぇ、これいくら？冷たいです。めっちゃ大きいよ。え、めちゃくちゃアメリカン。見て、うわー美味しそう。すごっ。かなりしっかりこう肉って感じ、ビーフ感。食べていい？うん、あ、マッシュルームチラリ、はい、どうぞ。いただきます。ポテトホットドッグ美味しい。うめぇ。チビランチャホットドッグ美味しい、うん、ポテトのしてるやんホットドッグ。うめぇ。美味しい。うん、あ、アメリカのハンバーガーっぽい。あ、そう。お肉がすごい、なんかジューシーっていうよりもお肉感がすごい。ポテトと合う。ポテトと合う。さあ私こちらダブルワッパーチーズ。すごいね。すごいね。あ、ばばー、あ、ばばーって言ってる。結構ボリューミー。本当でかい。おいしい。こういうハンバーガーチェーンで一番サイズでかいんじゃない？うん。うまっ。うん、うまい。アメリカンじゃない？うん。なんか、ほんとハンバーガーの、なんていうの、チェーンじゃないさ、うん、専門でやってますみたいな。うんうん、こんなうまい。ザ・ハンバーガー、うん、え、めちゃくちゃうまいやん。おいしい。マッシュルーム、マッシュルームいっぱい入ってる。え、すごいおいしいね、ハンバーガーな。うん、お肉の焼けた香ばしさすごいわ、うん、野菜もシャキシャキ。うん、え、大好きになった俺。今まで頼んでなかったの損してたね。ちょっと、うん、うちの近所にはないんですよ。ないね。うん、でも今回買えるタイミングだったんで、うん、うん、食べ応えすごい。めっちゃいいやんね。うん、でさ、ものすごい高いみたいな感じじゃなかったよね。そう、いわゆるフレッシュネス的な値段じゃないの。それは高いな。いや、高いけど、うん、競合他社と別にそんな変わんない値段じゃない。モスとかモスよりはちょっと高いのかな。あ、そうなんだ。うん、モスより高いんだ。個人の感覚にもよるとこあるだろうけど、でも相当大きいよね。相当大きいね。もう食べ終わってるよね、モスだったら。ヨメランドはね。何？なんで私だけなの？ナゲット。ポテトも私の好きな感じ。うんうん、ちょっと
芋感が強いね、うんうん、太めで、うん、ナゲットでございます。なんかバーベキューソースが色が濃いね。どう？うまい。おいしい。おいしい。チビランドも食べるか。バーベキューソースめっちゃうまいやん。うんうんうん、すごいやな。吉田ソース似てるな。うんうんうん、アメリカンなバーベキューソース、うん、おいしい、うんうん、え、こんなにおいしいの知らんかった。なんか最近店舗数がすごい増えてるって聞いたんですよ、うん、へえ。これぐらい本格派やからじゃない。うん、おいしい。うまい。なんかあそこのチキンが有名なところのさ、ハンバーガーすごいサイズが小さくなっちゃってさ、うんうんうん、お口ぐらいで食べ終わっちゃうの。私ぐらいのレベルになると。そうなの、超いい。こんな大きいさ、なんかハンバーガー食ってるっていう感じが、うん、する。贅沢バーガーみたいな。うんうんうん。てかパパのマジでっかい。正直あのさ、え、ママの一口ちっちゃ。ママの一口ちっちゃくない。Mドナルドさんとかだとさ、うん、ポテトと、うん、ハンバーガーのバランスが5対5なイメージがある。はい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 。ここも8だね。うん、8ハンバーガーで売ってますのでみたいな、89みたいな。それはバーガーキングって言うわ、うん、このなんかソースマヨかな、美味しい。オーロラソースみたいな、うん、違うかもしれない。オーロラトマトがちょっとこっちちょっとオーロラソースっぽいよ。トマトがの汁があれしじゃなくて、混ざってじゃなくて、このなんかマヨネーズが美味しいわ。マヨかな、うん、マヨだと思う。なんせうまいわ、うんうん、一番ビーフ感じるかも。うんうん、そうよね、うん、え、近所に欲しいな。おいしい。多分うちの両親もさ、まあ、特におかんが藤原の見てるからさ、うん、バーガーキング調べると思うね。うん、うん、ナゲットね、うん、奈良で、うん、ないわって言うと思う。多分ないかな、あんのかな。秋葉原の方にもなさそう、うん、あ、待って、うん、食べた、よかった、うん、これはでもまた頼もう。いいけどな、すごい、うん、他のも食べたくなった、うん、どんなのがあるんだろう。普通のチーズバーガーとかも食べてみたいな。でもこれすごい、マッシュルーム美味しかった。食感がすごい美味しかった、マッシュルームちゃんと残ってて、うん、なんかさ、ちょっとだけさ太いのよ。おいしい。そうですね、うん、うん、歯がグラグラね。キビランドちゃんまたグラグラしてる、上の歯がね。しかも前歯の大きいのも一個横だから一番こうガブって噛むときに、てか抜けんの早くない？ボコ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 抜けていくよ、うん。何本目？7本目？え？これがブラブラして抜けたんだ。でしょ？早くない？そうか、年長で7本目は早いか。うん。でも友達が最後に8本抜けてる子。男の子？うん、女の子？うんうん。まあ一番早いってわけじゃないけど。え、大体みんなどれぐらい？3
3本4本ぐらいでね。だってトモランドちゃんまだ1、2本じゃない。うん、生まれたのなんて2ヶ月違うぐらい。うん、ほんと個人差だね。トモランドちゃんは1本、1本だっけ。でもまだ1本もみたいな子もいた気するけど。あほん、うん、投げていいですか。うん、うん、お腹いっぱい。ナンバーワン、バカでかいから。うん、確かに。だからバーガーキング爆食い無理かも。無理、2個無理だわ。ちょうどいい。他のお店だったら2個、2、3個だったら、まあ、うん、出した。2は分かるけど、3は分からんわ。え、だって一緒にさ、ちょこちょこ食べたら2、3種類、3種類ぐらいいけるじゃん、2人で。あ、うまい。うん、うん、あ、美味しかった。全部食べた。何それ、めっちゃうまいよ。まだって言うと俺結構おると思うね。うん、いるだろうね。うん、まあ、ちょっと遠いなみたいな。うんうん、食べてみて、皆さん。ん、何？ママの足の小指曲がってる。ん、ママの足の小指曲がってる。怖。あ、今変な風にグイってやってたからね。折れてんの気づいてないんかな。うん、それは気づくでしょ。私だって人間だよ。うんうん、ねえ、なんでさ、さっきさ、そんな冷たかったわけ。何、どういうこと。これのスウェット可愛いじゃん。はい。なんでそんな感じなの。スヌーピー着てるくせに。いや、さあ今から食べてくぞっていう時に、うん、いきなりこれがスウェットがあったらいいなっていう話になると思ってなかった。麺食らった。お料理ただけ。何それ、何それだよね。あのさ、パパがさ、沖縄でさ、お土産さ、ブルーシールのさT シャツね、ブルーシールのさ、アイスのさ、T シャツ買ってきてくれたじゃない。どうした、歯が痛い。何、どうした、歯飲み込んだ、噛んじゃった、噛んだ、やめて、トント、どうしたの、詰まった、詰まった。胸のとこがちょっと痛くなったの。うん、大丈夫？鼻かみ？足が痛くなってきた。足が痛くなってきた。喉詰まったら足が痛くなってきた。もうちょっとお出かけしたからだよ。少しゆっくりしますね。うん、おとなしくしとけばいい。びっくりしたんだよね。大丈夫だよ。そういうのある。うん、ママもあるよ。ママもある。うっての、うまくこう飲めなくて、この辺がちょっとうって痛くなることある。だからお餅とかこれから食べるとき気をつけなくちゃ。お正月お餅。はい、ということで。大丈夫？一時パニックになりました。何の話してたっけ？ブルーシールの T シャツがどうのこうの。あ、そうそう、ブルーシールの T シャツお土産で買ってきてくれたじゃない、パパがチビランドにさ。はい、あんな感じで子供用のバーガーキングの T シャツあったらいいの。ありそうだよね。売ってるかな。あるかもしれない。バーガーキング自体が出してるかもしれない。ね、うん、ということでこの辺で。あ、みんなって今日の装い見てって、フリージついてるのおしゃれでしょって。大丈夫。うん、うん、あなたね、ねえねえのこと言ってる。私があなたは大丈夫でしょ、すこぶる元気でしょ、あなたは大丈夫。うん、ということで、そこ運だよ。ちびらんちゃんも平成を取り戻したので、ここらでお別れしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。大丈夫、バイバイ、バイバイ、やって、バイバイ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 ってやってごらん。バイバイ、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 やってごらん、ジュン、バイバイ、やんない、バイバイ、バイバイ、やって。
ってほらバイバイって。じゃあタッチ。さあさあタッチ。なんちゃう自分。まあバイバイ。バイバイ。バイバイ。今日は無理かな。うん、はい。はい。チャンネル登録よろしくね。